すぎる。いやあと100ホールドで1万です。ここはなんか偉いホブが座るような場所みたい。先に魔法使い必要なんだ。身代わりを連れてきたらこの子を返してやろう。やったホブどもに捕まるなんて面目ね。仲間と伝説のお宝を探しにこの洞窟に来たんだけどよ、奴らにと捕まって閉じ込められちまった。仲間は一人ずつどっかへ連れて行かれるしよ。仲間がどうなったのか分かる？血も凍るような叫び声が聞こえてきたがな。でもよ、人数が少なきゃ分け前も増える。どうだい、一緒にお宝を探さねえか。山賊と一緒に財宝を探しますか。はい、さっさと行こうぜ。この洞窟にはホブがうようよしてやがる。チキンチェイサーのタトゥーが暗い場所なのですごい分かりやすく浮かび出ていますね。それともさっきより濃くなったんでしょうか。あれ、あのタイかどっかでお寺で、あのこう神聖なタトゥーを彫ってもらえるところがあるんですけど、それみたいな模様ですね。さあ、いや辛い、これは辛いぞ。でも仲間がいるのでまだマシになるのかな。あれ、さっきの復活してないか。よいしょ。あー、ポーションが、ポーションもう10個ぐらい使ってる気がしますよ。よいしょ。やっぱり味方がいるとこう、あの分散されますね、戦力。よいしょ。あれ、よいしょ。どんどん山賊さんを殴っていただきましょう。また後で、あの回復打ちますので。よし、よし、さあ回復。こういう時の回復ですね。よし、この連続ヒットっていうのはどれくらい取れば。胃の中が空っぽじゃなきゃ、元気吐くとこだぜ。ここだ。あの扉から飛び出してきやがったんだ。あの奥に、その扉から何かお宝があるぞ。お、行きましょう、行きましょう。先に魔法使い。もう学びました。魔法使いは先にやれということです。よいしょ。よいしょ、よいしょ。危ない。樽に気をつけないと。よいしょ、危ない。もう魔法使いはいないみたいですね。山賊さんがやってくれたようです。いやあれ、山賊さん、これごめんごめん、救えません。あ、違う、救えませんでした。ああ、鍵がかかっています。この宝箱は鍵がかかっています。シルバーキー5個また通ってこっち来ないといけないのかな。ああ、もうどんどん意識してシルバーキーを取っていくようにしましょうか。ああ、消えた。山賊さん。いや、悔やんでても仕方がない。でも完全にここはレベル不足ですよね。辛いです。とても辛いです。もうポーションかなり消費して、リゾレクトポーションも一つ使ってしまいました。
もう帰りたい。やはりあの接近戦闘してくるホブしかいないととても楽ですね。新しい武器が欲しいな。よし、おお、一小隊を倒すのにもう一苦労です。さあ奥に進みたくないけど行きます。おお、ここにもたくさんいるじゃないか。もうベルセルク、いややったー、宝箱いっぱいだ。おお、500ゴールド、炎のオーグメント、はい、そろそろ1万ゴールドになりそうですね。ここは500ゴールド、あと100ゴールドで1万です。ここはなんか偉いホブが座るような場所みたいです。さあ奥に行きましょう。ここにはめ込むんでしょうかね。穴があります。月明かりのトンネル、うん、何もいない。何もいないのも逆に不安です。中央の間、もう明らかにボスが出てくる場所じゃないか。そんな感じしかしない。それであの山賊さん、山賊さんを使おうかっていう選択ができるわけですね。しかし私にはこのね、このウィスプを倒さないといけないので、よし、外した。ホブがたくさん来る、ホブがたくさん来る、たくさん来る、たくさん来る。もうホブはほっとこう、ホブほっといて、よいしょ、あ、増やした、いた、危ない。先にあのこの妖精さんをやらないと多分どんどん増やしてくるので、よいしょ、無理やり、よし倒した。ホブより柔らかい。あ、そっか、よ、またベルセルクの出番です。いやなんだ、両断の剣、これは
ちょっと確認できない。これ倒したら確認します。多すぎ多すぎ多すぎだ。いやホブ一発のホブの一発の攻撃がめちゃくちゃ強い。多分5分の1ぐらい持ってかれますね、 HP バー。いやよし、ゆっくり料理してやる。こいつもう今回でどんどんレベル上がっていきそうな感じですね。さあ回復しましょう。アイテム、食料品、骨付き肉、これかな、リボダンの剣。一回のフラッシュムーブで敵を3体同時に攻撃する。あはは、そんなまぐれがあったんですね。今日たくさん実績が取れる日です。さあ、上にもまだ赤い印がある。怖い。怖いけど、行くしかないです。行きましょう。あ、でも一体しかいない。よかった。よいしょ。よいしょ、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 よいしょ。よし。もう、これ出たら、絶対強い武器買います。よし。行きましょう。さあ、ここですね。ここ、さっき通った時何もいなかったのに、このようにマップに赤い点が出てます。慎重に行きます。ちょっと待てしましょう。待っててね。さあ、弓を引いて、お、声がしますよ。いたー。しかも魔法使いじゃないか。これは、よいしょ、遠距離で。よいしょ。よーし。一体ならちょろいですね。よし。さあ、連れてきましょう。ちょ、なんで湧いたし。なんだ。気絶してても今持ってるのは斧なので、近づいて攻撃ボタンを押すと蹴る動作になってしまいます。危ない。ああ、見てボタンを押しても危ない。切ってる間だと無理や。いやー、硬い。よいしょよいしょよいしょ、とどめ。やっと死んだ。これどうなんだろう。ついてこい。山賊さんの二の舞にならなければいいんですけどね。さあ、ここだ。またこんなところに行きたくなかったんだ。はい。ここから抜け出さなくちゃ。大広間には何もいない。よかった。ここでいられたらもう。あのロボを全部倒しちゃったの？そうですよ。いっぱいいたんだよ。いっぱいいましたよ。死にながら倒しましたよ。おぉ、マップおかしい。ばあちゃんの言いつけになってきつもんか。絶対嫌だ。マップおかしい。マップの数おかしい。少年気絶しただけ。いやー、あー、ゲームオーバー。あ、ここ、あ、こっからか。よかった。
これはつらい。ダメだ、鬼畜野郎。一体かな、落ち着いた、ここでセーブしたい。あ、いる。なんとかなりましたな、なんとかなりました。よいしょ、よかった、よかった。ついてこい、ついてこい、ついてこい、やすまえ、行け。はい、行きますよ。いいぞ、いいぞ。行きますよ。はい、行きましょう。これかなり経験値もらったんじゃないかと思いますけども、さあ、まだいますよ。あ、これ撃ってるとあまり近づいてこれないですね。よし、硬い。さあ、早いとこ、ここから出ましょう。山賊さんはやった。さあ、連続ヒット、連続ヒット、もっと連続。結構出したのに。はい、ついていきます。ここですね。もう二度と外に出られないかと思ったよ。そうですよね。はい、大いなる森のカリスゲート。もういい加減すっぽんぽんはやめようと思います。こっちだよ。はい、待って、僕をここに置いてかないよね。うちのばあちゃんに比べたらさっきの妊婦の方がまだマシだよ。だいたいあの洞窟に行かされたのだってばあちゃんの命令だったんだよ。もう我慢できない、チャンスを狙って必ず逃げ出してやる。でもまずは取ってきた荷物もあるし、あなたも報酬をもらわなくちゃだよね。今の話ばあちゃんには内緒だよ、行こう。おお、物分かりがいい。そして
あ、そんなことがあったんですね。頑張って抜け出せればいいんですけどね。やったぞ、ばあちゃんどうしてるかな。さあ、報酬ください。ああ、私の孫息子を連れて帰ってくれて本当にありがとう。どういたしまして。ジェイムズ、早くおばあちゃんに顔を見せておくれ。ホブの頭、チャレンジ成功。8600の収入が入りました。やった、もうすっぽんぽんはやらない。絶対にもうすっぽんぽんはやらない。おお、16766ゴールド。ヤマ、どうしたんだい。止まれったら止まるんだよ。どうしたの。仕事をほっぽり出す機会、なんで逃げるんだい。あ、逃げ出した。ジェームズ、聞こえないのかい。今度あれですか、ジェームズを連れ戻せってクエストがギルドに届くんですね。いい一日を。はい、さあ、おうちに。英雄も時には休息が必要です。疲れが溜まったらベッドを見つけて一息つきましょう。一緒にして。ああそうだ、人参使わないと。これは英雄の旅に、これ盗むってなってたらやだな。怒られちゃいますね。あ、がっかりされた。盗む、ごめんなさい、盗むつもりはありませんでした。さあ、ということで今日はこの辺で区切らせていただきたいと思います。まだいろいろやりたいことはありますけども、また次回楽しみに。ご視聴ありがとうございました。よければまた次回も見てくださいね。お疲れ様です。